足場は、そこにいるための足を置ける場所のこと。特に、仮の意味で使うことが多い。例えば工事において、本来の目的である、建造物を作るための作業を行うのに、用いるのための簡単な建築物がこれである。比喩的に、本格的な働きを始めるための足がかりになる場を、作るのを足場固めと言ったりする。生物学の分野でも用いる例がある。 木造構想建築の枠組み足場、木造住宅建築の単管足場現在では、足場といえば工事現場などで作業する際に作る仮設の作業床や通路を指す場合が多い。足場には、枠組み足場、単管足場、ブラケット一皮足場、くさび金欠式足場、張り出し足場、釣り足場、釣り棚足場、丸太足場などがある。足場の組み立て方として、本足場、 人川足場、二、川足場、棚足場などがある。建設業の死亡災害の約4割を占める墜落、転落事故を防止する目的で、手すり先行広報厚生労働省が推奨している。足場の組み立ては、飛び職の主要な作業内容の一つ。日本国内では、足場の組み立て解体作業には、特別教育を受けた者しか従事することができない。さらに、 釣り足場、張り出し足場、または高さ5メートル以上の足場の組み立て解体作業には、技能講習を終了した足場の組み立て等作業主任者を選任しなければならない。建設業における死亡労働災害の原因の一位は、転落であるが、この転落は足場からのものが多いことが特徴。建築物等の作業に用いる仮設施設のため、固定には限界がある。 しばしば強風など好天時には足場が倒壊する事故も発生する。直径4 8 6ト、mm、ルの単管と呼ばれる鉄パイプを組み合わせて立てる足場のこと。パイプ同士はクランプを噛み合わせ、ボルトを締めて接合する。小規模な工事、作業現場や狭いビル間での足場に用いられることが多い。中国や東南アジア諸国などの建設現場では、 かなりの高層建築物でも、竹と合成樹脂系の結束バンドなどによる、竹棚等と呼ばれる、単管足場が組まれることが多い。これは、風土的な多湿により、鉄材の錆が軽減されるという面もあるが、やはり、竹の経費が、標準的な6メートルのもので10ドル程度であるのに、対し、同じ長さの鉄管が80ドルであるという、金銭的問題がある。 費用対効果で言うと軽量で折れにくく、使いやすい蓄材が使われるが、先進国化していくほど安全面への配慮から強度で勝る鉄材へシフトしていく傾向が見られる。次、ヒノキ等の細い間伐材を鉄線で締め上げて固定する昔ながらの足場の仮設方法のこと。日本では安全性の観点から使用が激減したが、 鉄パイプの足場が組めない狭い住宅地での塗装、解体工事や神社仏閣の修理現場などで利用されることがある。転落事故が足場の床板の組み立て、解体時に多く生じることに着目したもの。足場の床板の取り付ける前に一段の上の手すり部分を取り付けて行うこととし、足場の床を取り外す際には、床板を取り外してから手すりを外す作業方法を取るもの。 手すりの組み立て方により、手すり先送り方式、手すり据え置き方式、手すり先行専用足場方式の3種類の仮設方法が存在する。国土交通省と農林水産省が2004年度から全ての直轄工事で標準採用とした上部から吊り下げた足場のことである。橋梁工事足場、プラント、 造船など工所作業用足場として使用される。屋上面からワイヤーロープで吊り下げ、作業床に取り付けられた巻紙機に通し、ワイヤーロープをつかみながら昇降する。従来の足場と比較し、高い建物高さでも補強の必要がない、防犯性に優れる、昇降が楽になる、設置の手間が少ない、景観が優れる、風に弱い等の特徴がある。主な、 取扱いメーカー生態学で生物が生息する場のことを指す言葉として足場を使う場合がある。必ずしも決まった用語ではない。ほとんどの生物は多物の面に依存して生活している。電線に張られたジョロウグモのアミコ着性の生物であれば、このことは自命である。例えば陸上植物は地表に根を下ろし、そこから茎を伸ばして葉を広げる。サンゴやフジツボも、 岩などの表面に張り付いて生活する。菌類も気質上に菌糸を伸ばして生活している。その面はある生物が占有すれば他の生物には利用不可能になる。従ってその環境にどのような構造の足場があるかは生物の多様性に大きな影響を与える。空中にある電線に雲が網を張るのはよく見かけることであるが、 このことはその空間が雲を養い得ることを示している。しかし、電線がなければその雲は、そのような広い空間は利用できなかったはずであり、電線という足場の出現がその空間での雲の生存を可能にしたとみてよい。類似の例として、ジョロウ雲のような大型の網を張る雲の網の枠糸などを足場に、小型の雲が網を張る例もある。このように、多くの生物は、 多物の表面に依存して生活し、このような足場の存在はその周囲の生物の多様性に大きく影響する。また、それは互いに取り合いになる場合もあり、足場は有限な資源とみなすことができる。クモが網を張る際に、粘性のある横糸を張る前に、粘性のない糸で荒い螺旋に糸を張る。これを足場糸といい、クモはこれを張った後、 今度はこれに触れながらより目の細かい横糸を張っていく。これが邪魔になって、横糸が張れない時には切り捨てる。ジョローグモでは、網の完成後にも足場糸が見られる。建設労働災害の実情墜落、転落災害の現状全国仮設安全事業、共同組合ホームページ強風で、ビルの足場倒壊、信号も、 都内で被害相次ぐテレビ朝日ニュース2016年11月27日閲覧香港の竹の足場職人今後の行方は AFP2018 年11月3日閲覧足場丸太の使い方文化財修理編木原木材店2018年11月3日閲覧移動症公式足場に関する技術基準案最終版 PDF 一般社団法人仮設工業会2017年10月20日、閲覧。ありがとうございます。